アロハビッグアイランズアイズの時間がやってまいりました。お相手は私ヒロイナズとハワイ島のミュージシャントミーさんです。トミーさんこんにちは。はい、こんにちは。アロハ、アロハエブリバディ。はい、ハワイは今日はどんな天気でしょうか。今日は今5時55分ですけど、まあ、天気はすごくいいですね、ここのとこね。今まだね、気温は、すごく涼しくて、あ、ちょうど20度です。じゃあかなり暖かいですね。でも日本の人みんな長袖、20度って言うと寒いってブルブル震えて、長袖長ズボンですけどね、皆さん、日本から来てる方。トミーさんは相変わらずラソクということですね。はい、ラソク。はい、はい、今日はですね、これは学校のシーンなんですけども、これはどこの学校というか、これ教員の学校ですよね。今週はちょっと、すいません皆さん、親バカ特集で、はい、これうちの息子がね通ってたウェアっていうね、はい、あのニックネームのウエストハワイエクスプラレーションアカデミーというね、はい、ちょっと特殊なチャータースクールで、はい、1学年30人の、中学3年間の3クラス、はい、あ、ごめんなさい、1学年30人の中学と高校のひっついた学校です。あ、そうだ。ではね、小学校5年、中学3年、高校4年なんで、はい、今日やまだ誕生日も来てないんで、13歳で中学卒業なんですよ。ほう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 。だからまあ周りのハワイの子に比べたら体はまだね半分ぐらいしかなくて、すごいちっちゃいんですけど、うちの息子、まだ声変わりもしてないんでもう他のこのね、この子、こういう同級生の子なんかもう本当にもうお姉さんみたいな感じですけどね。そうですよね。いや、これ、これ他が吹いてるのはね、かなりハワイはこういうあの式典の時は必ずこうホラガイを吹いてこうお清めをするんですよね。へー、これはあのハワイの中学校とか小学校全部っていうのはこの学校がっていうことですね。だからね、毎朝これやってます、ここの学校は。へー、これ代表者の人がやるわけですね。これこれ生徒ですね。まあホラガイ係のお姉ちゃんですね、生徒。へー、でこれはその卒業式というシーンですね。これそうですね、これ一人ずつあの卒業証書を渡すんだけど、京也は中学3年なんだけど、中学1年2年も学期末なんで、はい、1年生の子も2年生の子もあのその子に合わせたユニークなね、はい、賞をもらってるんですね、アワードを。はいはいはい。だからテントの上でこうなんかお掃除が上手な子はスパイダーマン賞とかね。はい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 。この子なんかうちの息子の同級生ですよ、このお姉さんも。なんかもう大人。そうなんですか。なんか全然体格違うっていうか、あれですよね。この先生もみんなタトゥー入ってるしね、この左側のブルーのドレスの先生も真ん中の男の先生ももう体中カラーのタトゥーだらけです。ちなみにですね、あのハワイというかアメリカの楽器っていうのは1学年っていうのは何月から始まって何月のあるものですか、これ。ハワイはね、8月3日ぐらいから始まります。1学期が。うん。で、クオヤンのこの学校は他のハワイの、ハワイ州の学校よりも早く終わっちゃって、だからもう、何 ?5 月17日かなんかに終わっちゃったでしょ。じゃあかなり長い夏休みっていうかずっと入るわけ。めっちゃ長いですね。ひどいっすよ、夏休み。そうそう、お父さん大変ですね、それも。お父さんが毎朝ね、今一緒にサッカーやったり、海に連れてって、昨日もパドルボードやったり、これうちの小僧ですね。そうですね、今日やんですね。ドンキングアワードって言ってね、あのボクシングプロモーターのドンキングみたいなやつっていうね、賞、はいはい、をもらって、なんか学校で生徒同士のボクシング大会があったり、悪さした行事があると必ずこの男が黒幕にいるなんていう、そういうね、賞をもらっちゃってね、うちの息子も。なんかちょっとイメージと合わないですよね。だから自由なね、この子のハイヒールなんかもすごいですよね、この女の子。結構普通の格好の卒業式なんですね、言ったら。まあ卒業式だから女の子もほら、ちょっとハイヒール履いて、ドレス着たりしておめかししてる子もいます、ね。なるほどね、そういうことなんですね。
で、まず学校の校舎っていうのがないんで、こう青空学校みたいな学校。あ、そうなんですね。で、これは京山がなんかあれですね。京山がクレイジー G っていうね、はい、ちょっとジャズ風のハワイで有名なウクレレの定番の曲ね、ジェイク・シマグクのなんかも弾いてる、はい、これジェイクの真似で、あの1回ずつスピードをどん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 上げていくっていうね、やり方で、はいはい、うん、あの余興で披露してます。これ今日はかなりウクレレ上手いですね。でも一切僕の前じゃ弾かないですよね、家で。そうですね、まあそりゃそりゃそうですよね。練習してるのか、練習なんかしてないのかもしれないし、あんま分かんないですね、僕は。ね、なんかこの後ちょっと曲芸みたいなね、こともやってみたいですね。ジミー・ヘンドリックスみたいなね、頭ちょっと引っかりして。そうですね、ちょっと京山のね、あのステージもちょっとね、今度一回ちゃんと見てみたいと思いますね。いやー、ステージってこういうのがない限り何もやりませんからね。さて、今日ですね、ちょっと珍しいですね、ハワイの卒業式というか、学校の修了式というのをちょっと特集してきましたけども、あのいよいよ、まあね、ハワイの夏休みのシーズンに入るということで、はい、これからちょっとまたね、そういう夏休みの動画とかもね、ちょっといただきたいなというふうに思います。わかりました。はい、じゃあ今日はですね、今日の演奏を聴きながら、お別れしたいと思います。今週もどうもありがとうございました。はい、どうも、マハロ、アフイホー、アンアロハ。I'm going to go to the hospital.